どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は最終選考であったり選考途中で落ちた人が報われるサービスのアババさんというサービスとのタイアップ動画なんですけども、アババというサービスを運営されている代表の久保さんにお越しいただきました。簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、株式会社アババ代表の久保と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。今回は就活相談企画でもあるんですけども、ゆかちゃんは、まあ、内定1個取ったんだよね最近。そうですね、はい。けどその何社かは落ちてて、はい、で今就活はまだ続けているっていうことですね。はい、現在進行中です。ということで、今回実際のリアルな就活の悩みを、まあ、今回アババさんで解決できたらなと思ってます。じゃあまずですね、最近の就活の状況を聞いてもいいですか？はい、最近の就活はたくさんエントリーしたんですけども、どんどん面接や ES で落ちてしまって、今受けてる企業数のエントリー数が減っちゃってるっていう感じですね。何社ぐらい受けて今何社ぐらい残ってるんですか？30社ほど受けて、今も5社とか。へえ、まあ、選考せっかく途中まで行ったけど、まあ、なんかゼロになるのがすごくもったいない感じはしますよね。はい、頑張ったのになんかその過程が評価されないんで、すごい悔しいし寂しいです。っていうところで、そういった悩みを解決いただくのが、まあ、久保さんのサービスということで、じゃあ簡単にちょっと今の悩みに関して の解決方法とアババのご説明をいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。で、先ほど30社ぐらいエントリーしたって言ったと思うんですけど、まあ、大体それぐらい多分就活生の方エントリーすると思うんですね。最終選考まで進むのって、まあ、一応なんかデータでお伝えすると平均なんか 2.1 社みたいなところが出てまして、じゃあ平均なんじゃない？あ、じゃあちょうど私最終選考まで2社進んだことがあって、はい、平均よりちょっと下ぐらい、まあ、ほぼ平均だと思うんですけれども、その2社がもう仮にもうなんか落ちてしまったらもう結構大変というか、はい、ダメージも大きいですし、もう本当に気持ちも落ち込んでしまうと思うんですけれども、まあ、その方々にこれまでの就活っていうのは ES で落ちてしまっても、なんか最終選考で落ちてしまっても変わらなかったと思うんですね、はい、でやっぱりそれって問題だなと思いますし、このしっかり頑張ってきた努力っていうのはどこかで評価してあげるべきなんじゃないかなっていうところから着想を得て作ってるんですけれども、僕らのサービスがこの最終面接で、まあ、ちょっと落ちてしまった方が登録できて、で、まあ、本当に再挑戦の場っていうのを新たに提供してあげて、企業さんはあ、ここの最終選考まで頑張った子なんだっていうのを見て、スカウトが届くサービスを運営しております。どうですか？もうぜひ使ってみたいです言わされてない言わされてない私も最終選考までめちゃくちゃ頑張って用意したのに落ちてしまって、うん、そんな中で再挑戦の場がもらえるっていうのはとても興味があるので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。でも私見たんですけど、めっちゃすごいですね、これ。企業一覧みたいなのが載ってて、こんなめっちゃ知ってる企業ばっかりで、めっちゃすごいんですよ。そっから来たら嬉しいですよね。内定もらえたら就活します、多分。終わりにします。絶対終わりにします。今日結構なんか非公開求人みたいなのあるんですよ、僕らの。そうなんですか？なんか後半の時期なんで、なんか新たにエントリーして何百名さばくよりかは、もうなんか何十名かだけあってみたいな感じで使ってる企業さん多いですね。で、まあ、業界としては、まあ、IT 系が一番多いかなっていうのは思いますね。300社ぐらい使っていただいていて、60% ぐらいが IT になってる。私 IT 業界幅広く見えちなみに、じゃあ他のそれこそオファーボックスとかキミスカとかの違う点としては、はい、選考途中の過程とかを載せてるから、はい、そこの部分を見て企業の人がオファーをくださるということ。そうですね、一番の特徴は選考フローがもうほとんどカットされてます。まあ、例えばですけど一次選考じゃ免除しますであったりとか、もう書類の審査しませんであったりとかっていう、スカウト受け取る画面に、まあなた独自の、まあ、特別選考の内容みたいなのが書かれてるんですね。なので他の企業さん一からエントリーするよりかは圧倒的に効率よく進めていけるかなとは思いますね。そうなんですね。私すごい ES 書くのに時間がかかっちゃって、本当にぜひよろしくお願いします。そうですね、ES めんどくさいじゃあ一回プロフィールとか入力してみますか？はい、最終選考の案内と、はい、講義の
通知がなんか電話で来たんです。あ、その場合はそれまで受かってきた合格のメールっていうのを提出していただくことになりますね。あ、かしこまりました。よいしょ。スクショでっていうか。そうですね。できました。あ、できました。ありがとうございます。はい、ということで登録が完了したということで、後日オファーが来るそうなので、まあ、来ることを祈ってちょっと待とうと思います。でも僕ら登録方法を今一つしかお伝えしてなかったんですけれども、はい、なんか実はもう一つありまして、まあ、弊社のユーザーの企業さんの最終面接で落ちた時にこのサービスに推薦をしていただけるんですね。お祈りメール受け取ってなんかテンプレートな不採用通知が一通突きつけられると思うんですけど、なんか僕らのそのユーザーさんでなんとかうちの最終まで来た努力っていうのはどこかで評価してあげたいし、次の企業さんにいい橋渡しができたりとか、少しでもポジティブに次の就活望んでいってほしいっていうやっぱり気持ちを込めて、僕らのサービスにお祈りなんかエールみたいな感じで推薦をしてくださる企業さんがいるので、学生さんにしっかり向き合って就職活動を応援している企業さんもいるんだなっていうのは伝わってほしいなって思いますね。なおさら私は今後来るかもしれない最終面接頑張ろうと思いました。ということで、今回登録が終わったということで、オファーを待って、また報告ができたらなと思います。はい。はい。いや、私もちょっと周りが決まってきてて。そうですよね。一日何回もこう、ため息出るみたいな感じだったので、はい、すごい明るくなります。ちょっとでもね、前向きになってくれたら嬉しいです。はい。ありがとうございます。じゃあ、ママ経由で内定が出るといいですね。うん、頑張ります。うん、アババさん経由でオファー来ましたか？たくさんオファー来ました。たくさん、はい、1、2、3、4、5、6、7、8社もいただいて、うん、これからちょっと受けていって面接も頑張ろうと思います。おー、そのさ、オファーってさ、はい、実際に登録してから何日ぐらいで届いたの？もう本当に1日2日でいただいて。そうなんだ。はい、ありがたいです、本当に。8社いただいた会社さんの中でこのオファーは承諾したいなと思う企業さんありました？はい、私が一番魅力的だなと感じた企業さんはエニーマインドさんという企業さんなんですけども、うん、知ってる。本当ですか？私ももともとそこも興味があって、うん、こちらの企業さんなんですけども、おオファー文もいただいて、今すごいテンションが上がってます。よかったね。これ実際さ、承諾するっていうのはどういう感じで進めていくの？ここにこのスカウトを承諾するというボタンがあって、うんうん、ここをクリックして承諾する。あ、スカウト承諾。そうなんですよ。来ました。来た。ぜひ一度面接にてお話できればと思いますって書いてあります。人事さんから直接メールをいただいて、候補日の日程を今から決めていくっていう、もうすぐに面接できそうっていう感じですね。オファーもらうまでも早いし、うん、もらって承諾してからの面接までのスピード感もめっちゃ早いんですよ。はい、本当にもうすぐメールが来て、これはぜひおすすめです。実際も承諾したからね、この後もさ、うん、また面接受けるときとか、はい、感想教えてください。ぜひよろしくお願いいたします。もう私本当にもともと興味のあった企業さんなので、ここを絶対に泣いていただけるように頑張ります。応援してます。ありがとうございます。じゃあ、ありがとう。お疲れ様。ありがとう。